東京国際映画祭の方々上映してくださった東京国際映画祭そして見に来てくださった観客の皆さん本当にありがとうございますはいこちらこそありがとうございますはい、はい、それでは門脇さんこんばんは、えー、なぜ日本人の役でもないのにここに門脇麦がとお思いの皆さん私も全く同じ意見です <laughs> でもあのずっと台湾映画大好きで10代の頃から もう何回も見てきたこの世界観に自分がいるっていうことの幸せ私も今日今初めてそこで見させていただいてたんですけどいや贅沢っていうかなんてこったって感じですねこんな日が来るとはっていう感じでも本当感無量ですよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はいまあ、あのキャスティングのことは後で聞きましょうねはい <laughs>、はい、じゃあユ u j i さん皆さんこんばんは私はユ u j i です 私は灰皿で頭を亡くなれた秘書です <laughs> この映画を見て良かったと思っていただけたら嬉しいですはい、えー。監督は本当に久しぶりであの2010年の台湾特集で東京国際の祭、えー、いらっしゃって以来ですねそれからユジェニーさんは やっぱり2回前の6年前の台湾特集で海怪怪,怪怪物の時にいらっしゃって以来ということで本当にあのお久しぶりでございます、まあ、さっき出た話ですね門脇さんのキャスティングこれはどういうふうな経緯で決まっていったのか教えてください 《卡多瓦基斯》长是今天第一次看，我很紧张啊。我以前我的老师都跟我说，不要跟你的朋友一起看你的电影，因为他如果想要提早走会不好意思。你刚刚不是因为这个原因吧？欸 今回ね門脇さんが見てくださったっていうのは非常に緊張してるんですよね。うん、で、あの前にね友達に言われたことがあるそうです。絶対自分の映画は自分の好きな人好きな俳優さんとかにね見せちゃダメだよ。ってあんまあ出来が悪かったらあのバツあくて早く出ちゃうからねって。<laughs> 我其实我的我的四部我这是我第四部电影我的四部电影的监制都是侯孝贤那。 我在拍电影之前，我跟他工作过他的电影《海上花》。呃，我他一直呃，我从那个时候对诶日本演员的印象非常非常的好。诶，中间有好几次，侯导也都一直提议我是不是要试着跟日本演员合作看看。对，诶、呃，っ以前この作品は、え監督ご自身四作目。 に長編映画としては4作目になるんですけれどもえ以前から「フラワー・オブ・シャンハイ」っていう放射線さんの監督の作品でえ一緒にお仕事したんですねでその前から監督は非常に日本の俳優さんえ日本のえ俳優さんっていうのはすごくいいなっていうふうに思ってたんですけど放射線監督からも一回日本の俳優と仕事してみるべきだよっていうふうに言われたんです。 我觉得就是一个缘分。我看过《前朝小子》，非常喜欢门胁麦小姐。那在我的监制，我还有另外一位监制是小板小姐。呃，她帮我介绍，介绍我们认识，我很很开心，很呃希望可以有这个合作。那我们卡在必须要说中文，所以。 呃跟えっとでそれからですねえっ、ー、とその前にワキさんのお出になった浅草キットを見てて非常に印象深かった女優さんだったんですねそれで、えー、と今回もう一人のプロデューサー小坂さん にお話をしたところご紹介いただいて本当に嬉しかったです。で、あの今回ご一緒に仕事するときも現場ではあのどうしてもやっぱり言語上のそごがありましたので、えー、門脇さん一生懸命中国語を勉強してくださって本当に嬉しかったです。ありがとうございます。はい、門脇さん、いかがですかどんな現場だったんですか、まあ 何とも言えない温かさとなんか切なさが常にこういろんなところに同居して点々と散りばめられているようなめちゃくちゃ感覚的な話ですけどでも,もちろんそのやっぱ言葉で直接やり取りとかできないけれど監督のなんか目の奥の色とか。 でもあの、まあ、今日いらっしゃってる方はきっとこんな私がなんかこんな大したあの言葉並べなくてもそのニュアンスで絶対皆さんそ、ね、分かっていらっしゃると思うんですけどうーんなんか全然泣くシーンじゃないのに何回か泣きそうになってしまうぐらいあまりにも幸福でその創作っていうものに携わるみんなの姿勢とか、まあ、もっと言っちゃうとスケジュールとか。<laughs> あと あの冷たいお弁当、一回も出てこないんですよ、朝から晩までケータリングでご飯あったかくて、監督のお知らいからあの、北京ダック届きましたとか言って、北京ダック1話みたいなとか、なんかなんでしょうね、なんか、そうね、いいな、台湾、<laughs> 仕事したいなとか、思っっちゃった本当にはいありがとうございます、<laughs> えー、あの雰囲気は本当によく伝わってきました。はい はい、えー、それでは時間もあれですので皆さんからのご質問を受けたいと思います。はい、一、えー、人お二人手が上がります。じゃあそちらの方から行きましょう。男性の方から。はい、あの監督への質問でえー、っとですね、あの最後あの、えー、現在に戻ってあの話が締めくくられているんであのあ、それそういう意味があったのかと思って最後納得をしたんですけども、そのただあまりにもその現在が 現れたことでその間この登場人物はどうなったんだろうなというふうなのがちょっと気になりましたあの全く示されてないんであのお父さんとかお父さんが好きだった奥さんとか綺麗なお姉さんとかがどうなったのかなということもちょっとふと思いましたあのなぜそこら辺は描かなかったのかちょっとそこら辺を教えていただけたらと思います 哎、欸，好的，呃，我，我，我觉得，呃，我先说，我先说，有几个人物，就是包括这个，诶、欸，卡多基讲演的这个，诶、欸，杨小姐，还有演的漂亮姐姐，我没有继续再把她，嗯，演完，呃，其实其实剧本里面有，也拍了，她会跟。 他们变成一家人，可是我在剪接的时候决定放弃了，呃，不止放弃这些，也放弃了，比如说谢老板的一些生意的事情，呃，跟跟别人做生意的一些事情都放弃了，原因是因为我希望我就跟着这个小孩的成长。 等到他的价值观一完成的时候，就故事就结束，所以我放弃了那些，诶、欸啊、，sorry，先你先翻译好。 途中までなんですけれどもまずちょっと人物について言わせていただくともちろん門脇さんが演じられたヤンさんそれからリュウさんが演じられた綺麗なお姉さんこのお二人とも実は脚本上にはその後が描かれています。そそと撮影もししまたただあれからシャ 社長の商売の件、それから以降どうなったか、そういうものも全部あったんですけれども、監督としては編集段階でそれらを全部バッサリあの切ろうと思いました。というのは、この映画は、えー、まずこの子の子供の成長、それから子供の価値観が完成した段階で終わらせたかったんです。次、えー、主人王リアをチェーン・シ 我我当然觉得中间就不必要再去呃说他的故事了，呃，我想让观众直接看到结果，在他成长的过程中遇过两种不同的价值观，呃，他会怎么选择？他会变成一个什么样的人？ でえー、っとその中ですが特にこの、えー、主人公である宮尾くん、えー、皆さん最後に彼が、まあ、40歳ぐらいになった、えー、彼がどういうふうになったかというのは映画の中でも、あのー、見れるとは思うんですけれどもその間のことというのはもう観客の皆さんが、えー、考えてほしい彼はその成長過程の段階で2つの、えー、生き方を選択できる。 状態になりました。そして彼がどちらを選んだかっていうのは観客の皆さんに、えー、見て感じてほしいというふうに思っているんです。はい、ありがとうございます。では二番目の方、はい、鶴、え、岡、ー、の方ですね。はい。ご指名ありがとうございます。あの角ま麦さんにお尋ねします。はい。ヤンさんを演じられるにあたってあのどういう役作りをされたのか、あるいはあの台湾の映画に出られるにあたって あの先ほどすごくいい,いいことをおっしゃられたんですけどどういうご苦労があったか教えてくださいうん監督が、えー、事前に私が台湾に行く前にお手紙というかその時の,あの台湾の情勢だったりとかあの、まあ、私の役の人物 のまあ、プロフィールではないですけどとっても大事なエッセンスがいっぱい詰まったものをもらって、まあ、それで想像力を膨らませつつ私あんまり役作りとかしないのであとやっぱ衣装ととメイクにとても導かれましたね言葉はねもう私その時バイオリンの練習もしていて音楽の授業と <laughs> 語学の授業があるのかっていうぐらいだからもう。 作品の休憩中とかもその作品はそっちのけでっていうのは冗談ですけどずっとひたすら台湾語をやってましたけどそれがっぱ苦労したところですかねでどうしてもやっぱここにあの頭にある発音をこうしなきゃああしなきゃとかがあるのでやっぱ演そこから演技に落とし込むっていうのがめちゃくちゃ難しい作業で苦労しました、本当に大変でした。 え監督さんへの質問になります。 えと映画の中ですごい感慨深かったシーンがあったんですけれども、えー、とシェラ・バンと,、えー、と子役のレオチエが車で話しているシーンがあってでそのまま、えー、と反射っていうかあのカメラの角度によって反射になって、えー、とシェラ・バンが自分と話しかけているシーンになってたんですけれども、えー、と監督さんにその撮影する際にはそのまま、えー、と現場で撮れたのかそれとも CG なんかを、えー、加えて、えー、と完成されたのかそのシーンを撮る際に何か難しさを感じたところとかエピソードがあかれが どうおいしそう、いかしんいかしんいかしんちゅう、ライシャンツン、ホーズスピーユー、え、ポピンテン。あの、私はずっと、えー、この、しかくにね、その不公平、不こへ、ふびょっていう、ものを、を、えー、象徴させたいと思っていました。ほ来我想到と面た 就是那个 one-way mirror，one-way mirror 就是它有一个，它会有一个物理的现象。这个物理现象是，呃，如果两边的光线，呃，一边亮，一边暗，那么，诶、哎，暗的人看得到亮的，亮的人看不到暗的。 でえー、っと、まずえー、この撮影で使ったのはまずあのた面の鏡ですよね、あの、片面の鏡を使ったんですが物理的に、えー、こういう現象が起え、りますンえー、ライティングの時に、片方を明るくして片方を暗くすると、えー、暗い方かえ、明るい方は見えるんですけれども、明るい方から暗い方は見えなくなるんですねお、ジュレネガル、ハンシャン、イチョン、ポコンピン、那

それであの、まあ、ストーリー的にあのその前に例えば、えー、とリュウさんの演じられた綺麗なお姉さんの,、えーがしあの社,えー、社長の,あの家でも似たようなシーンがありましたよねあの外からあのは彼女がこうちょっとこう お化粧直しみたいな感じちょっとこうやるところは外からはあの中からは見えてても外からは見えなかっただ外にいるあの少年と社長は見えなかった我真正拍的时候是切了一面玻璃跟車子里面的形状一模一样放在那个谢老板跟廖介中间那我当,当廖介说 干我屁事！干我屁事！干我屁事的时候，他那边暗下来了，光线他那边暗下来了，这很像是一个比喻吧？那一刻，他让自己变得不想被人看懂，不想让人知道，变成是一个不愿意呃打开自己心的一个人。那边他就暗掉了，那个暗掉之后，就发生了那个现象，就是我我的 camera 一过来就变成 mirror 了。 で、えー、っとこれを撮るときには、えー、ガラスを、えー、ある程度車のきちっと形を切って、えー、シェーラオパンシェー社長と、えー、リャオ君の間に置きました、えー、これをすることこれで、えー、必ず片っぽを暗く片っぽをあたあ明るくすれば反射で片っぽが映るっていう形なんですよねこれはあの一つの比喩として あの使いたかったことなんですね。え例えばあのミャウレオ少年が自転車で走りながらあの知ったことか。 ゴ、ね、アンはピースゴアンはピースってこう走ってるシーンですけれどもあれも片っぽは片っぽ側がだんだん暗くなっていくんですあの走ってるところでであの片っぽは明るいそれは監督あのその少年が他の人に自分が泣いてるところを見られたくないと、えー、そういう意味合いを込めて、えー、そういうふうにだからカメラがこうぐるっと回っていくと、えー 車の中のシーンですけれども、カメラが回っていくと、っぽはもうあのシェラオパンしか見えない、片っぽはレオ君しか見えないという形になる。およ、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 一点修飾よ、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  それであのそれを撮った後にポスプロの段階で、えー、っとフロントガラスにどうしてもあのガラスを間に置いてますからガラスの線が見えるんですねそれはポスプロの段階で CG でそれを消したそうすると皆さんがご覧になったああいう画面になりますはいありがとうございました、えー、そろそろ時間なんですけれどもちょっとあのユージニさんあの今日はあの白のお召し物ですけど映画の中は、ね、真っ赤でしたけれども。 あのまあそれそれはいいんですけどもあのどんなですかあの撮影現場で今でできたものご覧になってどんな印象をお持ちでしょうか私の第一次、 我的应该是我第一次看这部电影，就是、在东京前两天，我非常感动，因为我非常喜欢日本。这也是我第一次拍的电影是在不是在台湾的地方做首映，所以我非常非常感动，也非常开心可以跟日本的观众一起看。对，え、欸、っと、私 ワールドプレミアで東京,の東京国際のワールドプレミアで見たんですけど、とても感動的でした。というのは非常に日本という国が大好きなんです。だから、この作品というのは自分の作品で初めてプレミアを海外、しかも日本の東京でやった作品になります。だからそれを見た時にはとっても感動しました。非常開心可以跟小麦合作

はあとはもちろんあの監督にも感謝しておりますあの。このキャラクターに私を選んでくださって、えー、私にやらせてくださったことで、あの監督がなければいなければ、この作品はありえなかったので、だからこそ、あのこの作品に出れたことは感動です。ありがとうございます。 はいえー、とじゃあ門さん、あの今のお言葉へのお返しを含めて、えーと、締めていただければと思います。え今ののコメント言の <laughs> えあのでも、なんでしょう、私、カメラマンの方とかもそうですし、監督もさっきおっしゃってくださってましたけど、何々見たよとか、あれがすごい良かったよって、やっぱ、意外と皆さん見てくださってるっていうのが、すごく嬉しかったし、やっぱこうやって、 配信とかでいろいろ作品が見れる中もっともっとなんかこう日本と台湾で合作がもっとこう活発にそういうあの動きができたりとか全然できると思うのでとっても希望を感じた作品でした私は今後の邦画というかアジア映画含めてなのでこれからもあの監督ともまた仕事したいですしちゃんとあの台湾で仕事できるように台湾を頑張ります。 頑張って勉強します <laughs> はいありがとうございました